矢部選手お疲れ様でした。今日のジャンプ2本を振り返ってみていかがですか。1本目はちょっとびっくりする条件でちょっと自分でもよく分からなかったんですけども、条件も悪かったかもしれないんですけど、ジャンプもすごいタイミング遅れちゃってたし、ここに来てあまりアプローチが安定して、今日2本とも昨日の2本もうまく滑れなかったので、来年に課題が残るなと思います。次はビッグゲームの世界選手権ですけども、そこに向けた意気込みいかがですか。ジャンプでうまく流れは作れなかったんですけど、やってることは間違ってないと思うので、今取り組んでることしっかり続けてってしっかりまとめたいです。